はいえー、知られざる歴史上の重要人物安井寅太さんの、えー、生涯をこれから紹介していきたいと思いますはい安井寅太さんですが、えー、天保13年西暦1842年新潟県の長岡市栃尾で生まれました えー、この人なんですが実はこの安井虎太という名前ですが、えー、この方、えー、越後の国のお侍の家に生まれておりますこの虎太というのは実は幼名です、えー、大人になってからの名前ではありません大人になってからの名前はまた後ほど紹介したいと思います はい、えー、この人が生まれました栃地、えー、代はあの戦国武将上杉謙信が初陣を飾ったという有名な都市でございますはい、この人は、えー、越後の国の長岡藩士の家に生まれました、えー 長岡藩の牧野家の家臣の家に生まれております。11歳の時に、富山家というところに養子に行って富山家を継いでおります。17歳の時に江戸を出まして、江戸に出まして、昌平坂学問所の方に入門しております。 はい。そして、え起、ー、業してからは、えい、ー、長岡藩の殻を、河合津之助の方に、えぇ、ー、指示しまして、えー、彼のもとで働くことになります。えー、では続きは次の動画に、でお話ししたいと思います。